BRMP153 は、ブリティッシュレーシングモータースが1970年、1971年、及び1972年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。トニー・サウスゲートによって設計された。エンジンは、自社製の3リッター V12 エンジンを搭載した。P153 の最高成績は1970年、ベルギーグランプリにおける勝利で、 ペドロ・ロドリゲスがクリスエーモンのマーチを1.1秒の差で打ち破って達成した。マシンは当初伝統的なブリティッシュグリーンで塗装されていたが実戦にはメインスポンサーであるヤードレイ・オブ・ロンドンのカラーリングで登場した。数年の低迷したシーズンの後オーナーのアルフレッド・オーウェン京は他チームとのギャップを埋めるため抜本的な対策を取ることにした。チームはデザイナーとして トニー・サウスゲートを獲得した。1970年シーズンにある程度の成功を収め、1971年シーズンは新型の P160 が投入されたが、開発の遅れで P153 も引き続いて投入された。1972年シーズンも P160 バイトの数が揃うまでのつなぎとして使用され、最後の登場となったのは1972年。 ベルギーグランプリであった。P153 はそれまで主流であったは巻き型の車体形状を放棄し、コークボトルシェープの形状を採用した。新設計のモノコックフレームに2つのプラスチック製タンクがサイドポットに配置された。フロントサスペンションはダブルウィッシュボーン式が採用された。ブレーキは4輪ともベンチレーテッドディスクブレーキを装備した。エンジンは 自社製の BRMP142V 型12気筒エンジンを搭載し、440馬力を発揮した。ギアボックスも自社製の5速マニュアルが装着された。冷却装置はフロントノーズに装備され、エアインテークの横には小さなウィングが装着された。フロントセクションには調節可能なスポイラーが装備された。1970年 P153 は、 メインスポンサーのヤードレイオブロンドンのカラーである白地に金と黒のラインで塗装された。ドライバーはジャッキー・オリバーとペドロ・ロドリゲス、ジョージ・イートンが起用された。ロドリゲスは第4戦のベルギーで勝利を遂げ、チームはこの年コンストラクターズランキング6位となった。1971年、チームはロドリゲス、ジョージ・フェールとハウデン・ガンレイを起用した。 シフェールはオーストリアグランプリで P160 をドライブし優勝している。ロドリゲスはシーズン途中に参戦したインターセリエで自己死し、代わってピーター下心が起用された。チームはこの年36ポイントを獲得してランキング2位となった。1972年は前年に比べ大きく成績を落とす。新型マシンの P180 が 重量配分の不具合で思ったようなパフォーマンスを出せず、チーム体制も拡大したため、P160 や P153 も使用された。P153 は序盤の2戦に参戦している。ありがとうございます。